E32007 にて、ジェイド・レイモンドはカナダのコンピュータゲームプロデューサー、G4 のテレビ番組ザ・エレクトリック・プレイグラウンドの司会も務めている。マギル大学でコンピュータ科学などを学び、ソニーへプログラマーとして就職、そしてソニーオンライン発の研究開発チーム設立に携わった。それからエレクトロニックアーツでザ・シムズオンラインのプロデューサーとして働き、 UBI ソフトのモントリオールスタジオでアサシンクリードのプロデュースを行った。ビクター・ルーカス、トミー・タナリコ、ジュリー・ストッファーラと共に G4 の番組ザ・エレクトリック・プレイングラウンドの司会を務めている。また、ラブというカナダにおける自動暴力混絶を目的とした NPO にも参加している。彼女は自身を熱心なゲーマーと考えている。 2014年10月に UBI ソフトを退社した後、2015年7月にエレクトロニックアーツに入社した。2019年3月には Google に入社し、同社の提供するクラウドゲームサービス Google Stadia を開発する、Stadia Games and Entertainment の責任者を務めている。ありがとうございます。